この辺りのはずだけど。ほう、ここに噂の喫茶店があるんだね。そうみたい。モカちゃん、今日は付き合ってくれてありがとう。いやいや、このモカちゃん、美味しいもののためなら日本全国どこまででもついていくよ。確かカレーが美味しいんだよね。楽しみだな。うん、カレーとコーヒーね。あそこのコーヒーならきっと私でもブラックで飲めるはず。なるほど。けどそれっぽい喫茶店見つからないけど。そうなんだよね。小説家の名前の喫茶店だよね。もしかしたらもうなくなっちゃってたり。そんなことはないと思うんだけど。結構人気のお店だったみたいだし。となると移転とか。うん、そうかも。モカちゃん、一緒に探そう。おお、頑張ろう。なんとなく歩いてきたけど、それっぽい建物見つからないね。あ、こんなところにバッティングセンターがあるよ、つぐ。え、バッティングセンター？こんなところによくあるね。中がどうなってるのか気になるし、ちょっと寄ってみようよ。え？うん、確かにちょっと気にはなるけど。まさかあそこでツグがホームランを打つとは。えへへ、楽しかったね。けど体動かしたら結構汗かいちゃった。に朗報、あちらをご覧ください。あ、銭湯だこういう昔ながらの銭湯ってちょっと憧れるよね。今日はよもぎ湯だって。きっと疲れた体に染み渡ると思うな。うん、心惹かれるけど、こんなところでゆっくりしてちゃダメな気がする。も貸し出してるってよ。ちょっとだけだよ。はいはい、一名様ご案内。すっごくゆっくりしちゃった。気持ちよかったもんね。なんだかモカちゃんの魅力が上がった気がするよ。コーヒー牛乳も美味しかったし、満足満足。ブラックコーヒー飲むつもりだったのにコーヒー牛乳になっちゃった。もうこんな時間だし、きっと喫茶店も開いてないよね。まあまあ、喫茶店は見つからなかったけどさ、これはきっとツグが自分でツグでも飲めるブラックコーヒーを頑張って入れなさいというお告げだって。なんか言いくるめられてる気がするけど。そうだよね、私頑張るよ。おお、それでこそツグ。その調子で美味しいカレー